どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はシリーズでアップロードしてますガズの初の CD レッツゴーさあ行こう全曲大公開、レコーディングされた音源大公開プラス歌詞とコード出てるレッスン動画、今アップロードシリーズで上げております。はい、今回はそのアルバムの中に入っている曲、2曲目に収録されている、シマンチの砂浜というガズの作ったオリジナルソングを、やりたいと思います。はい。こちらの CD のこと、これね、2枚組なんですよ、この CD っていうのは。9曲入って2枚組。同じ曲の2枚組なんですけど、そのからくり、1枚は作品、1枚は練習用なんですよね。そのこと、いろんなこと、全曲解説している動画を全部貼ってある、まとめてあるサイトを、CD のこと全部こと分かるサイトをここに貼っておきますから、ここをまず見てください。そうするとね、どういうふうにこの CD を使えばいいかとかの練習の動画とかも全部アップロードされてますので、レッツゴー最高ガズの CD よろしくお願いします。本になってますからね、楽譜とかあのこの中ブックレットになってますから。はい。で、いつものように、2バージョンやるんですけど、やるっていうかね、まあ、その本当に CD に入ってる音源をそのまま今公開しますが、そこに歌詞とコードを入れております。練習してください。一緒に歌いましょう。で、いつもはね、最初初心者3バージョン練習バージョンで、後半かっこいいバージョンです。こういう時やっぱり皆さん、私のオリジナル曲で曲知らないでしょうから、最初にかっこいいバージョンをやってから、後半はその初心者レッスン、CD のバージョンをやってみようと思います。間に解説して、あのもちろんこの楽譜も途中で見せますんで、はい、最後までご覧になってください。それでは早速いきましょう。ガズのオリジナル曲 CD の2曲目に入っているシマンチの砂浜という曲、かっこいいバージョンの方からやってみましょう。はい、どうぞ。その透き通ってる瞳に映るものは、私の見えているものと同じなんでしょうか。確かめることなどできません、必要はないでしょう。こんなに青く透明な美しい砂浜で、だから一緒にここにいてください。あなたと私が同じ場所にいる奇跡、シマンチの砂浜で、とても綺麗なあなたの向こうに、どこまでも続いている青空抱きしめます。空だけじゃ足りない、あなたと私がいなきゃロンリーナイ、全て揃ったらキスをしましょう。私が見るものすべてが優しく見えました。だから一緒にここにいてください。あなたと私が同じ場所にいる奇跡、シマンチュの
ち空に舞う姿はほら気持ちいい手を握ります島んちゅも用意してる砂浜の舞台をそこで見つめ合いキスをしましょだったでしょうか。いい曲ですよね。自分で言っちゃいますけど、これはねやっぱり私が見た景色を書いてるんでね、なんかまあその皆さんの想像の中でこうその景色を思い浮かべてもらいたいんですけど、いかがだったでしょう。内容盛りだくさんでしょう。はい、で初心者の方ちょっと難しいでしょ。初心者の方の解説はこの時間帯まで早送りしてください。そしたら初心者レッスンのことを解説しますけれども、まずでもね今ねまずねこれは見ておいて、楽譜公開します。この楽譜はちなみにこの CD っていうか、これね 本なんですよ。このガズの CD とか言いながら、でこのブックレットの中にこれが楽譜もちゃんと入ってますんでね、それを見てもらおうと思うんですけど、まあ一応さっと、まあ メモ書き程度ちょっとメモってみてください。はい、一字弟子でね。はい、後半ここらにちょっと言葉がいっぱい詰まってるんで、テロップと、示し合わせながらだといいと思います。はい、こちら2枚に渡りますよ。これやっぱり4分以上ある曲は1枚で収まりきらないということで、いつもショートカットですけど、これフルバージョンですからね。はい、こんな感じかな。一時停止で、はい、動画内のテロップも出てますからね。それで出てくるコード結構シンプル、 CFAmG7E7Em7 ね。これは、まあ、ガズレレ必須コードというガズのウクレレレッスン動画とセッションしたいときはもう覚えておいた方がいい8個のウクレレコードのグループのことを言うんですけれども、これがガズレレ必須コード、星の数ほどあるコードの中でこの8個だけは覚えてくださいという中のグループです。そのガズレレ必須動画を解説している以前撮った動画、これめちゃくちゃ分かりやすいんで練習してください。はい、じゃあ奏法解説いきましょうか。まずイントロから A メロにかけて、あなたのその好きとここガズペジオという弾き方、右手これが基本になってます。この弾き方でサビではだから、サビというか今 B メロか、はい、サビはシマンチュンの16ビートのチャですね。だからガズペジオと16ビートのチャという奏法がまあ基本的には通っております。はい、このリンク先に今のガズペジオ16ビートの弾き方全部レクチャーしております。でしかも16ビートは、16ビートのチャという奏法を使ってますんで、こだわる方はそちらの方の練習、その動画内から探してやってみてください。はい、それが根底にあるんですけど、ちょっとねワンポイントアドバイスをしていきますと、例えばあなたのこの透き通ってる瞳に映るもの、ここの C あるじゃないですか、この4つここに何も書いてないんですけど、ちょっと色気を出すときに C サスポーというコードあえて書いてないんですけど、C を押さえといたら2弦の1、ここあるじゃないですか、ここちょっと入れて、あなたのその透き通ってる瞳に映るものは、これをちょっと入れてあげるとセクシーになるかなって感じ。はい、これは別に絶対入れろというか感じじゃなくて、入れたければ入れるといいよという感じなんで、その辺はね自分のフィーリングで、やってみてください。なんであえてテロップの中にはただシートしておきますが、そういうのをちょっと引っ掛けてるとまたいいと思いますということですね。はい、あとはねここ16ビートスーッと進んで、
ですね、同じ場所にいる、ここら辺でもだん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 溜めていく感じ、サビに行く前のあなたと私、サビ前ですね、同じ場所にいる奇跡、だん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 と溜めてしまうちゅうとなだれ込むというような感じですね、はい、で唯一決めという決め、ここです。すべて揃ったらキスをしましょう、サビの一番最後のところ、だったまさに読んで字のごとくだだってなってます。すべて揃ったらキスをしましょうというようになってきます。だったですね、だった、はい。あとは繰り返しのパターンなので、またここにだったが入ってきて、またガスベジオが来て3番やってという流れになっております。まあ、シンプルだけれども、やっぱ16ビートのチャというリズムが皆さんなかなかやりたくてもなかなか難しいですよね。まあいずれはこれがかっこよくできるように、体を柔らかく、忙しくないリズムですから、ね、16ビートっていうとガチャ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 いうイメージを持つ方が多いんですけど、違います。16ビートっていうのはゆったりして、もうまるでこう空母がゆっくりわーっと行くんだけど、プロペラが後ろで回ってる、白鳥がスーッと優雅に水を進んでいるけど、よく見ると足がパタパタしてる、そういうイメージです。だから一緒に、こうゆったりですかね、ここにいてください、こういう大きいイメージを持ってやってください、はい。ではここから、ここまでがかっこいいバージョン、シンプルバージョン、はい。ここからかっこいいバージョンじゃなくて、シンプルバージョン、レッスンバージョン、まあ初心者さんバージョンの解説に入っていきますが、本当この曲はですね、ただただ4つ弾きで弾いてるだけです。コードも全然同じコードですので、何も説明は何もないんですけど、はい、そのこれから流す音源なんですけど、 CD に入ってるレッスン CD という2枚組の、さっきは普通の かっこいい版、こちらレッスン CD です。初心者さん向け、皆さんから見てこっち側ね、こっち側、こっち側からは歌とカッカッカッっていうリズムのクリックしか入ってないんです。ウクレレの音何も入ってない、歌とクリックしか入ってなくて、皆さんも含めてこっち側はウクレレ4つ弾きで弾いてるウクレレの音しか入ってないです。なので最初は両方耳に入れてイヤホンヘッドホン聞いて練習していただいて、かっこいいバージョンの方ちょっと練習し始めた人は、こっち側は耳から外してですね、クリックと歌だけ聞いて16ビートとか合わせる、そういう風にやってみたりとか、もう徹底的にみんなとセッション、自分の弾き方でその歌とクリックと4つ弾きのウクレレ聞きながら16ビート弾いてみるとか、いろんな使い方ができるのに画期的なシステムになって、右左を使い分けるヘッドホンのね、はい、それをやってみてください。どういう風に使うかはあなた次第、はい。じゃあ、レッスンバージョンの方の、シマンチュロスの浜どうぞ。その透き通ってる瞳に映るものは、私の見えているものと同じなんでしょうか。確かめることなどできません、必要はないでしょう。青く透明な美しい砂浜で、だから一緒にここにいてください。あなたと私が同じ場所にいる奇跡、シマンチュの砂浜で、とても綺麗なあなたの向こうに、どこまでも続いている青空、抱きしめます。シマンチュの空だ。
だけじゃ足りない、あなたと私がいなきゃ Lonely Night、 全て揃ったらキスをしましょたら、私が見るものすべてが優しく見えました。だから一緒にここにいてください、あなたと私が同じ場所にいる奇跡、シマンチュの気持ち、空に舞う姿はほら気持ち、手を握ります、シマンチュの待ってくれてる二人を、用意してる砂浜の舞台を、そこで見つめ合いキスをしましょはい、いかがだったでしょうか。4つ弾きだとまた感じがだいぶ違いますけどね。まあこれバラードはですね、結構4つ弾きでも、歌とか曲の雰囲気でかなり持っていけると思いますんで、皆さんも楽しんでいただけたらと思います。さあ、ガズの CD、 究極入りのガズの CD、 これね、皆さんぜひゲットしてください。で、イベントなどではこれ9曲はみんな歌えるようにしとこう。初心者さんも4つ弾きだったら歌えますからね。で、上手な人も16ビートやったり、いろいろまあ一緒の曲を弾く。あとこれは私が作ってる曲ですからね、もう許可します。どんどん歌ってください。バンバンアップロードしてください。全然大丈夫ですからね。レッツゴー最高はこの9曲が入ってます。はい、シマンチュの生今やりました。はい、ガズレレホームページご覧になってください。ホームページは常に最新情報がアップロードされてます。ここにリンクも貼っておきますからね。はい、音楽で楽しくワイワイやろう。ガズレレ仲間が歌えるなんかこのアンセムみたいになれば、このアルバムがね、なればいいなと思ってます。それでは皆さん楽しんで音楽やっていきましょう。さよなら、バイバイ、チャオ。